府城の戦いは、天正10年に行われた、柴田勝家を総大将とする、織田信長軍と、上杉景勝軍との戦い。上杉や中条家文書、魚津在城州12名連署書状を根拠とする。上杉氏と小田氏は甲斐、武田氏や相模後北条氏に対して、同盟関係にあったが天正4年に、小田氏の党敵である毛利氏のもとに身を寄せていた、将軍、足利義昭が、反信長勢力を糾合すると、上杉謙信は同じく、小田氏の党敵である、本願寺と和睦し、同盟は、手切れとなり敵対関係に入った。天正6年に、謙信が死去すると、上杉家では、おたての乱を経て、上杉景勝が当主となり、継承は、信長の党敵である甲斐、武田氏と同盟し、上杉、小田氏は引き続き敵対関係となった。謙信死後、織田信長は、北陸地方の支配を目論んだとされ、天正9年に起こった荒川の合戦以後は、織田方に仕えているが、上杉方に内通していた願海寺城主、寺崎森長、貴船城主、石黒重綱などが信長によって次々と粛清され、北陸地方における織田地方の基盤が作られていった。天正10年2月に織田勢は甲斐、武田氏を滅ぼし、同年3月に織田軍は魚津城を囲んだが、背後で小島職鎮が上杉景勝と手を組み、神保長住の富山城を九州市場を乗っ取ったため、天正10年3月11日に柴田勝家、笹成政、前田利家、佐久間盛政は、魚津攻めを中止し、信長は、勝家らに、富山城を攻めさせ奪還した。その後4万とも言われる、織田軍は、魚津城への攻撃を再開し、上杉氏も3800ともいう兵を挙げ立てこもった。包囲された上杉軍武将の中条景康はすぐに、上杉景勝に救援を求めるが、越後国に接する信濃国及び、上野国には武田氏を滅亡させた織田軍がまだ駐屯しており、さらに越後、柴田城主の柴田重家が継承の領内侵攻の姿勢を取ったため兵を出せなかった。その代わりの都国の諸将及び赤田城主、斎藤正信や松倉城主、上条正成を派遣した。そして継承は天正10年5月4日に自ら軍勢を率い春日山城を出発、5月19日には、魚津城東側の天神山城に入り5詰めの陣を張った。一方、織田軍は5月6日に二の丸を占拠したため、継承は戦を仕掛けられず、信濃国、海津城の森長吉や上野国、馬屋橋城の滝川一益が、越後侵入の態勢に入ったため、5月27日に退陣を決断した。その後、上杉軍は籠城戦を展開し両軍が決死の攻防戦を繰り広げたが、開戦から3ヶ月後の6月3日に落城を悟った山本寺校長、吉江宗信、吉江景助、吉江主権、寺島長介、舘沼康江、安倍正吉、石口博宗、若林課長、亀田長則、藤丸勝利、中条景康、竹沼武悦なら上杉方の首相13人が、自陣して果て落城、織田軍が勝利した。勝利に沸く織田勢であったが、6月2日に、信長が、本能寺で、明智光秀により撃たれたとの報に接し、主君の死に動揺した織田勢は死散した。空城となった、魚津城には、須田光親を中心とする、上杉勢が入り、越中東部における失地を奪還したが、清須会議で、越中を安堵された。笹成政に再び攻められ、須田氏は城を明け渡し信濃の海津城に退転した。その後、上杉氏は富山の役で前田氏と東西強攻して、越中内に再度侵攻している。富山の役の後、利家の嫡子、前田利長が越中国の4軍のうちとなみ、射水、根井の3軍を数をされる。文禄4年には再び、前田利長に、新川軍が加増され、上杉氏の越中州から軍内の諸城を受け取った青山義次などが魚津城代を務めたが、江戸時代に入り、一国一城令により魚津城は廃城となったとみられる。中条景康、竹沼武光、吉江貞景、寺島長介、舘沼康江、藤丸勝利、亀田長典、若林家義、石口博宗、安倍正吉、吉江宗信、山本次景長、中条、竹之俣、吉江貞景は、上杉謙信の代からの側近。藤丸、亀田、若林らは、元加賀一行を州門徒の国衆で、謙信の加賀侵攻に伴い上杉氏の被官となった者たちで、若林家義は、天正2年7月に、謙信が加賀に侵攻した際の一揆側の首相、若林長門守の一族と考えられる。上杉一門からは、山本寺も加わっている。吉江景輔の名は、魚津在上州12名連署上にはないが、同時期に戦死したと考えられており、ここでは、含めることとした。なお、中条と舘沼は、第一郭を守備していたことが、資料から分かっている。上杉年譜、大日本資料、越佐資料。ありがとうございます。